者という名の隠れ家に私は上手に隠れてた。恋する私は怯えながら夢見る私から逃げていた。きっと愛が覚めた頃にしまっておいた夢に気づき、何一つ変わらなかったとあなたを責めてしまうから、私は行かなくちゃいけない、だけどあなたを置いていけない。振り向く背を押す時間でありがとうじゃ私は泣いていた。二人の時間が止まる前に最後に涙のキスをしよう。離れても味方でいるから、あなたは最後にそう言った。身勝手な私の答えにそんな言葉をくれた瞬間、あの暇な場所で出会って恋をして本当によかった。心からそう思えた。ありがとうじゃ足りないから、この涙を捧げるよ。今もまだあの日を胸に愛してるわ。Thank you.